体幹の準備運動を行う目的は、蹴り技に必要な骨盤と肩の動きを円滑にして、体幹部の力を足先まで使えるようにするための運動です。この動きが身につくと、蹴りが楽に行えるようになります。ポイントは骨盤の動かし方です。骨盤は8の字を描くように動かします。動きを止めずにリズムに乗って骨盤を動かし、移動できるようにしてください。両足を上げて尻だけを床につけ、前進と後退を行います。両足を上げて尻だけを床につけ、その場で右回り、左回りと1回転を行います。ここでは蹴りをおとりとして使うテクニックを2つ紹介します。1つ目は、剣サポーターを蹴った後に蹴りや突きを出します。剣サポーターを蹴るときは少し距離を取ります。そして軸足をスライドさせながらノーモーションで剣サポーターを蹴ります。剣サポーターを蹴った後に上段蹴りにつなげます。剣サポーターを蹴った後に突きを出します。剣サポーターを蹴ると一瞬カウンターのタイミングが遅れます。そこを先に攻撃します。